こんにちは、ビオラの柴田由紀です。今回は全盤ミュージックコンサート in 飛騨高山ということで奏者インタビューを行います。本日のゲストはチェロ奏者の新井康之さんです。新井康之です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回でもう5回目5回目ですか。長くなったね。長くなった付き合いも長くなってきた。いや、まだまだこれからね、はい、まだ長いことです、はい、頑張っていきたい。100回は、まあ、まあでもやることはないと思う。そうですよね、はい、頑張ろうと、はい、いうことで、まあ、継続してきてるんですけど、まあ、今回は飛騨、はい、高山ということで、はい、まあ、竹内さん、プライベートの竹内さんが、うん、まあ、飛騨高山とお付き合いがずっと、うん、40年ぐらいありまして、で、まあ、そういうご縁で、まあ、飛騨高山に、まあ、あともう一つ飛騨芸術堂っていう素晴らしいホールがあるんですけど、ね、そうですね、はい、綺麗なとてもいい本があるんですけど、まあ、そちらで演奏会をやろうということで、はい、今回は飛騨高山なんですけども、はい、飛騨高山ってどうですか。結構演奏会ですよ。結構いろいろ来ました。いや、その演奏ではホール、その今多分今回演奏するホールで、あの所属しているオーケストラで公演を行ったこともあるんですけどもね、とても素敵な観光地じゃないですか。そうですね。なんか、このタイミングであれなんですけど、はい、つい先日もちょっとこうフラッと行ってきましたし、遊びにですね、はい、で、飛騨牛を食べて高山の、最近ね、あの、この話が脱線しちゃうんですけど、高山の街中にある喫茶店をちょっといろいろ回るのが、ちょっと楽しみでもありますね。あ、そうなんですか。はい、地元の、そうです。あ、そうです、そうです、はい。そうなんですか。最近、じゃあ、どっかおすすめのところあります？ありますよ。具体的な店名とか。いや、まあ、そうです、それはあれですけどね。まあ、でも、やっぱり、あの街並みにふさわしいその素敵なお店が本当にたくさんあるなと思うし、昔ながらのものとそれに新しいまたねものと、いろいろそのあのミックスされた素晴らしい街だなと、あの思います。はい、なんか飛騨高山って文化的にもすごいなんか層が厚いっていうか。そうですよね、はい、その感じで、まあ、あの結構有名な音楽家の方もたくさん、その出身の人もいるし、あの、まあ、竹内さんが関わっている吹奏楽もすごい層があって、はい、で、まあ、その吹奏楽を、まあ、いろいろ、まあ、面倒見られてるんですけど、高山で、あの竹内さんが、はい、で、まあ、それの絡みで、まあ、コロナの時に何もできなかった時期がやっぱり、うん、しばらく、まあ、私たちもそうですけど、全員何もできなかった時期がやっぱあったので、まあ、それを、まあ、竹内さんが、まあね、こう今少しいろいろできるようになったから、まあ、私たちの音楽も聴いてもらいたいなっていうことで、うん、中高生を、まあ、100人招待するっていうクラウドファンディングを行うんですけれども、やっぱり、オーケストラで若い人にこう音楽をたくさん聴いてもらうっていうのはやっぱり一つ使命っていうか、そういう感じですか。いや、本当そうですね。これから先、いかにこう会場に足を運んでもらうか、そしてどうしてもクラシック音楽っていうと、一部の、まあ、年齢の例えばそう高い方だったりとかで、まあ、ざっと客席を見た感じ、ね、これから未来のお客様になってくれるような人とかっていうのをもっともっとこれから私たちがこうなんて言うんでしょうね、発掘していくっていうとおこがましいかもしれないけど、でもこんなに音楽って楽しいんだよっていうことを伝えていかなきゃいけないっていうのは本当に優先順位でいうと一番上に来るくらいのことかもしれないですね。うん、で、まあ、今回はその、ね、若い人に聞いてもらう機会っていうのを、まあ、作ってもらえるっていうことで、まあ、そのクラウドファンディングっていうのも、まあ、やってるんですけど、まあ、そういうことに参加もしていただいてるっていうことにありがとうございます。うん、ありがとうございます。はい、皆さんにも支援をいただくので、はい、ぜひその演奏会もね頑張って演奏していただいて。そうですよね、はい、でも本当に先ほど街並みのお話をしましたけど、結局そういったものってね、人がこうどん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 積み上げていったもので、あれだけのものがあるってことはやっぱり高山の人々はこう文化的にも優れた人たちが
多いんじゃないかなと、多いんじゃないかなじゃないですね、多いと思いますね。我々もこうより一層 の, こうあの緊張感を持って、はい、演奏を、ね、頑張って演奏したいですね。はいはい、で今回は、まあ、前半は、まあ、竹内さんが、まあ、ソロを吹いていただいて、まず、うん、でピアノ40奏、はい、でマーラーなんですけど、はい、まあ、オケ弾きといえばマーラーといえばそっちが先に来ましたね。マーラーですけど、ねえ、ねえ、なぜかピアノ40奏。そうなんですね。マーラーっていうとオーケストラの演奏者からすると、ね、100人 200人ってことないけども1000人とかね、それこそ1000人の交響曲ですね。そういうなんかこうとてつもない人数 の, あの出演奏者が演者が舞台に乗ってっていうあの作曲家っていうイメージしかないですけども、はい、そのマーラーでえピアノ40奏ですか一体どんなことに。わかんないですね。まだ1楽章しかもないんですよ。でピアノの曲っていうとあれとあと歌曲の伴奏しかないんですよ、なので、まあ、戸田さんも、まあ、ピアニスト憧れのマーラーみたいなことは言ってましたけ ど, ど、はい、まあそうなんですね。やっぱオケと全然違うんでしょうかね、厚みも違いますね。いやでも今回のプログラムの中でまあマーラーに関しては本当に初めてやる曲なので、そういった大編成のイメージのマーラーから一体どういうふうにマーラーのイメージがまたこう変わっていくというのか、うん、そういう部分においてはすごく興味がある部分ですね。なるほど、じゃあその辺のことを楽しみに、まあ、私はマーラー、はい、一本で弾くとは思ってなかった。本当ですよね。なので、まあ、ちょっとどうなるのかなっていう感じですけど、まあ、音の厚み的にはね、やっぱそれは全然違うので、うん、まあ、楽しみだなっていう感じですね。で、もう一つはクライネット50奏ブラウス、はい、で大好き。前回はモーツァルトの50奏だったんですけど、はい、まあ、2大50奏と言われている、はい、もう一曲のブラウスですけど、うん、大好き、どうですか。いや、なんかその別に優先順位つけるわけじゃないんだけど、クラリネットの人とお話をすると、まあ、大体そのブラームスのクラリネットトリオだったりとか、はい、そちらの方がブラームスだったらクラリネットトリオの方が好きっていう人の方がなんとなく多いように思うんですけども、僕はがぜん50奏です。あ、そうなんですか。クラリネット云々ではなくて、ブラームス云々でもなくて、数あるクラシック曲の中でも相当好きな曲です、ね。あ、そうなんですね、はい、何がそこまで好きですか。いや、なんかそのなんだろう、ね、こういう性格じゃないですかってそのあれなんですけどとても僕はこうちょっとネクラで あんまりこう人前で話したりとかそういうのが苦手なんですけど、こうなんかこうちょっとこう内向きな、このなんだろうな、暗いでもこう儚い、悲しい、なんかそういった中にこうすごくギュッと芯があって、なんていうのかこうまあすごく簡単な言葉で言うと哀愁漂う名曲だなと、こうもう最初から最後までそれは通してなんかこうハッピーになるところがあまりないような気はするんですけども、はい、うん、それがなんか僕の性格上とてもこう合ってるなと。そうなんですか。はい。はい。いや、まあ否定はしませんけど、はい、はい、そうですか。そうなんですね。はい、なるほど。まあ私も、まあその哀愁っていうのはなんとなくすごい晩年の曲じゃないですか、結局。さっき竹内さん喋ってた時もそうでしたけど、はい、まあ本当に一回創作意欲がなくなった後の晩年の曲なんですよね。作曲してる時期が。もうなくなる前5年ぐらいの。あ、はい、さっき言ったトリオもそうだし、ゴジュソもそうだし、そのクライネットソナタもそうなんですけど、はい、まあ、その時期に作曲してるのもあるのかなと思うんですけど、すごいなんか回顧録みたいな、人生の回顧録みたいな感じがするんですけど、そのブラームス他にもやってるじゃないですか、私たち、はいはい、あそこから見るとなんかすごいなんか人生の振り返りみたいな。あ、でもそれはありますね、なんかすごい曲だなと思いながら見てる。
なんかそのチェロだとチェロソナタなんかも2つ、一応世に出てるのは2つあるんですけど、はい、1番は、まあ、かなり若い時に作ったのかな、はい、であまりこうブラームス自身も気に入ってなくて、それはすごいやっぱちょっと悲しい感じの曲で、はい、でなんかそれと対照的、あまりにもこう対照的な2番っていうのがもう底抜けに明るい曲で、これブラームスなのかなっていう、ブラームスなんですけど、はい、なんか、うん、でなんか僕だから2番のチェロソナタはあんまりそのちょっとはこう響きがこうすごく明るすぎて、あまり演奏する機会が はい、なかったんですけど、うん、だからその今おっしゃったように確かにその人生の晩年の解雇っていう部分はなんかこういいですね、僕のこう年齢とかにもうそろそろちょっと人生をこう振り返りしつつ、いやまだ若いからでもねその時代の作曲家からしてみたらまあまあそりゃそうだけど ねそうですよね、すごい好きっていうことです。好きです、ね、はい、どこが好きですか一番。いやなんかいや本当にいや全部好きなんですけど、一楽章のもう出だしなんですよ。一楽章の出だしのあれだけでもうなんか涙が出ちゃうぐらい好きで。あ、そうなんですか。そうなんです、一楽章の出だし、もうそこを聞いてほしい。いやもちろん全部聞いてほしいんですけど一番好きですね。そうなんですか、ね、そこだけなんかこう若い頃それこそなんか CD でもうそこばっかりなんかこうもう一回って聞いた記憶がありますね。そんなに、そんなに好きなんですね。あそこあの手出しはなんか、ね、たまらないですね、いろいろありますね。なるほど、ですね、じゃあぜひ皆さんに、はい、楽しみにしていただいて、名曲ですからぜひ楽しみにしていただいて、ホールも素晴らしい、そうですよね、はい、昨日すごいフォンダンなホールで響きも良くて、聞けばいいですね、はい、ぜひ、はい、来ていただきたいな、はい、ということで、こちらのチャンネルでは、このような奏者インタビューや、コンサートのライブ収録した、動画を配信しております。ぜひチャンネル登録、いいねをこちらからよろしくお願いいたします。そして、チケットはいつものように概要欄から、ウェブチケットも購入できますし、今回は飛騨センターと、小坂楽器というところに、さんに、ご協力をいただいていますので、飛騨高山の現地でそちらでもお買い求めいただけますので、ぜひお買い求めの上足をお運びください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、最後に皆さんに一言お願いいたします。チェロの新井です。今回5回目ということで、だいぶアンサンブルとしてのこう息が合ってきたというか、言葉でなくてもこう伝わって、いい感じにこうブラームスの持ってる味がこう出せていけるんじゃないかなと思って、今からとても楽しみにしております。これから練習が始まっていくわけですけども、きっと素敵なコンサートになるだろうと今からワクワクしております。当日ぜひ会場でお会いしましょう。よろしくお願いします。じゃあ本日はチェロの安幸さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。